バンク切り替えは、コンピュータのメモリ内のアドレス空間を、一次元、配列から多次元配列にすることによりアクセス可能なアドレス空間を拡張する技術である。ミニコンピュータで生まれた技術である。8ビットのマイクロコンピュータシステムで一般に使われた技術であり、アクセス可能な RAM や ROM の量を、アドレスバスを拡張せずに増やすことを目的としていた。 古典的なバンク切り替えのイメージかつてよく使われたタイプはアドレス空間を二次元配列にするものである。例えばアドレスバスが16ビットしかなく全く工夫されていない場合アドレス空間は65,536ワードしか使えない。そこで例えばアドレス 0xc000 バンチから 0xffff バンチをバンク切り替えして2つの要素を持つようにすると 四万九千百五十二プラス一万六千三百八十四にイコール八万千九百二十ワードを扱えるようになる。この手法は古くは次期コアメモリとロムバンクを切り替えてアドレス線を節約する方法に用いられた。八ビットパソコンでは最大メインメモリ空間に匹敵するベレムのアドレス空間やテキストベレム等を主記憶容量を確保しつつ CPU から アクセスさせるために使われた。また、メインメモリを 64K バイト搭載した8ビットパソコンにおいて、初期ローダからのロードしたシステムへのセニ書き換えの不可能なロム空間をラムとして、ユーザーに開放するためなどの切り替えにも用いられている。これらの実装により、あらかじめ実装されているロムに書き込まれているもの、以外のシステムの利用や、より自由度の高い利用が可能となった。 仮想記憶の普及によって単純なバンク切り替え機構は捨てれた。仮想記憶においては論理アドレス空間をページまたはセグメントと呼ばれる小さな単位に分割し、それぞれをアドレス変換機構において物理アドレスに結びつけている。現在の実装ではアドレス空間はプロセスページまたはセグメント論理アドレスオフセットによって構成される三次元。 素配列となる。原理的にはバンク切り替えの発展形であるが仮想記憶をバンク切り替えと呼ぶことはない。バンク切り替えでは CPU のアドレスの他にページ切り替え用のレジスタが必要である。このレジスタは少なくとも論理的には CPU の外にあるのが一般的である。 このことはアドレスを CPU 内部のレジスタとページ切り替え用のレジスタの2箇所で別々に管理することを意味する。それは CPU 内部のレジスタからページレジスタへの桁上がり等のハードウェアが実装されていないことになるため配列等がページサイズより大きい場合らはソフトウェアでページを管理する必要が生じた。これはソフトウェアの処理が必要な分、 一次元アドレス管理より速度が低下し、またソフトウェアを必要とするということは、そのソフトウェアにバグが潜む可能性が生じるということであり、システムの信頼性の低下が起こった。このようなバグの例として、1回のデータがページ境界に配置される場合が挙げられる。これは大きさが N バイトではない構造体の配列が全体としてページサイズを超えた場合等に起こる。また、 大量のデータをメモリ間で転送する場合にバンク切り替えを行いながら転送する処理が必要になるがこの処理はかなり煩雑になったバンク切り替え用のレジスタの使用はたとえ CPU が同一であっても一般論として機種ごとに異なっていたために同一 CPU でありながら非互換となる原因の一つとなったまた必ずしもその空間が CPU が持つ アドレス空間内にないため、単純なバンク切り替えの場合、その実行コードの場所が限定された。例えば、ベレムが出現するアドレスに描画を伴う処理を置くことは、ベレムが排他的にそのアドレスのメインメモリの代わりにその場所に出現することになるので、不可能となる。同様に、バンク切り替えで実装されたロムのルーチンを考慮するためには、 それを呼び出すプログラム自身が存在している場所以外のページに該当する処理のあるロムを接続の上処理する必要がある。Z80 や6502といった8ビットマイクロプロセッサではメモリアドレスは16ビットで表されるため最大でも6 4 k バイトのメモリ空間しかアクセスできない。そのため 6 4 k バイト以上のメモリを搭載する8ビットシステムでは、メモリは6 4 k バイトの空間を複数のバンクに分割して使用した。つまり、同時にアクセスできるメモリ空間は依然として6 4 k バイトであるが、バンクを切り替えることでそれ以上のメモリを使用可能としたのである。その仕組みはいくつかの発展を遂げ、メモリマップと I、O と組み合わせ4つの空間を、 スロットとして扱い、接続アドレスの移動こそできないものの、ハードウェアの I、オート制御プログラムの接続と、その競合を防ぐ仕組みが、MSX には実装されている。メモリ空間に接続されるアドレス間の移動は、不可能であるため、その組み合わせによっては、配置に制限が発生する。その後、メガバイト s 1や FM-77、 MZ-2500 ではメモリをページ単位で空間に割り当てる原始的なメモリ管理ユニットが内蔵されるようになり、より自由に配置できるようになった。前述の MSX でも固定だったアドレスや組み合わせの制限等を回避するため、MSX2 においてメモリマッパという仕組みが追加された。1982年にリリースされた最終バージョンの CP-M では、 8080 80や Z80 で 64KB 以上のメモリを使える要バンク切り替えをサポートしていた。バンク切り替えは初期のゲーム機でも使われていた。例えばあたり2600は 4KB までのロムしかアクセスできないため、ロムカセット内に独自のバンク切り替えハードウェアを内蔵して 4KB 以上のロムを使った洗練されたゲームを実現していた。 ファミリーコンピュータには本来バンク切り替え機能はなく、ロムカートリッジ側にコントローラを搭載することで、バンク切り替えが行われた。ファミリーコンピュータはもともと扱える容量が少なく、ディスクシステムの登場によって、ロムカートリッジは終了となるはずであった。ところが、バンク切り替えによって、大容量ロムカートリッジを扱う手法が、確立されると、 読み込み速度の遅いディスクシステムの方が次第に廃れ、最終的にはディスクよりもカートリッジの方が大容量となっていた。ゲームボーイのカートリッジには MBC というチップが使われており、ロムバンク切り替えだけでなく、カートリッジ内の SRAM バンク切り替えや赤外線リンクなどの周辺機器へのアクセスも提供していた。 IO バンク方式ラムボード NEC の PC-9801 においては16ビットマイクロプロセッサである Intel 8086が採用されたがアドレス空間が1メガバイトしかなかったのでアプリケーション等のメモリ要求量の増大に伴い後日の EMS の国内での普及に先行してバンク切り替え用メモリとしてのバンクメモリが開発された各周辺機器メーカーから それぞれ独自規格のバンク切り替え用メモリが発売され、対応アプリケーションやゲーム等も一部で、それぞれ発売された。その後、IO データ機器が提唱した IO バンク方式によるバンク切り替えメモリ管理、BMS が制定され、複数のアプリケーション間の競合を避けるメモリ管理も行われた。バンクメモリだけでなく、ハードウェア EMS、 プロテクトメモリにも兼用できる製品もあった。IBM PC におけるメモリ拡張 Intel 8086アーキテクチャではアドレス空間が1メガバイトしかなかったので EMS と呼ばれるメモリ管理方式が考案された。1988年、ロータス社、Intel、Microsoft は MS DOS を搭載した p c a t 互換機で使用する EMS の使用について 合意した。これは、アッパーメモリーエリアと呼ばれるメモリ空間の一部を拡張し、より多くのメモリ資源にアクセスさせるためのメカニズムである。これは広く普及し、プロセッサの世代が交代し、インテル8286以降のように無が搭載されるようになってからも使われ続けた。EMS の使用は互換性を保つために、 あとのマイクロソフトウィンドウズでもエミュレートされてサポートされていた。読み出しバンクと書き込みバンクを別途指定できるようにすることで入力と出力を同じアドレスで行い出力データの保持とアドレス計算を省く方式が考え出された。これもまた画像処理に応用された。モトローラ MC68000 シリーズではブットド アドレスバ番地から2ロングワードにスタックポインタ初期値、ブートストラップへのアドレスを CPU に提示しなければならず、起動時のバンク切り替えは必須であった。ありがとうございます。